参りましょう。いいよ、一緒に戦おう。一回戦突破、ウメットさん、ミカちゃん、ランカちゃん、すごい試合だったね。ありがとう、エッちゃん。エッちゃんの応援のおかげだよ。ねえ、二人とも聞いていい？改まって何？あのさ、強くなるのって怖くない？誰かを傷つけちゃうかもって思わない？怖くないよ。私が強くなりたいのは誰かを傷つけるためじゃないもの。この力は大切なものを守るための力だよ。だから怖くなんかない。大切なものって？そうだな、友達とか自分の信念とか幸せとか、そこは人それぞれなんじゃない？そういうこと。お姉ちゃんを傷つけようとするやつは全員私がぶっ飛ばす。そっか、もう聞かせてくれてありがとう。大切な人を守るための力。越後屋さん、何か気がかりでもあるのですか？なんでもないよ。なんて言えたら楽なんだけどね。あなたにはあなたが担ってきた役割があるはずです。それが本当に正しいことなのか、えっちゃんは確信が持てなくなってきちゃったのさ。あの二人を見ていたらね。ところで越後屋さん、大一徳先生がどこにいるか知りませんか？すぐに2回戦が始まるからここへ来ると思うけど。うん、あ、来た来た。おーい、大一徳ちゃん、小春ちゃんがお話ししたいって。お、小春じゃねえか。1回戦は快勝だったようだな。先生のご指導のおかげです。ところで一つお伺いしたいことがあるのですが。優等生のお前が質問とは珍しいな。答えられることだったらいいぜ。理事長の居場所を教えてください。あ？もう一度お伺いします。理事長は今どこにいらっしゃいますか？どうしましたか、大一徳先生。やれやれだぜ。神楽坂の双子だけじゃなかったんだよ。質問の答えになっていません。残念ながら時間切れだ。その質問には答えねえ。2回戦を始めるぜ。準備しな。次の相棒は神楽坂の姉の方だ。さっさと行ってやれ。では大一徳先生に勝てば教えてくれますか？しつこい。その質問には勝負で負けようが殺されようが俺は答えるわけにはいかねえ。分かったらさっさと行け。失礼します。どいつもこいつも何も分かっちゃいねえ。俺たちは戦い続けるしかねえんだよ。小春ちゃん、ごめんなさい、お待たせしました。あのふつつか者ですが、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。相手のペアはランカちゃんとマナちゃんだよ。気を引き締めていこう。わかりました。これより第2回戦を始める。開始位置につけ。よし、勝って大徳先生への挑戦権を手に入れるぞ。
試合開始。リンカさん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。スブッハッダークスダークヤクこちらです。ハッテフッキルこちらです。ヤテ聖勝者ヤテフッ光よダークハッ光よダークスこの程度では全然足りません。クスッハッキルセアクスセアここよフッハッヤッキルデアクスハックライナさんヤッセアデアハッフッハッ甘いセアフッハッハッフッキルデアハッサンクライナさんデアヤッスデアッ甘いデアッハッターミチルスデアッ50個も突破ヤッターフッ諦めなさいデアッデアッ甘いハッヤッスターッ食らいなさいフッやりましたね。今の私は止められません。ダンスデアッこれでおしまいハッヤッス諦めなさいハッこちらですハッヤッフッくらいなさいこちらですセアデアデア光よハッデアヤッセア決めます。50個も突破デアダンス光よこちらです。見えてますダンスハッデア光よ見えてますダンスヤッフッくらいなさいヤッ100コンボ突破ハッダンスデアキル見えてます。ドライブ。小春ちゃん。
今の私は止められません。ここよ、ここよ、甘い。さすがに強い。月影さんはともかく、あの凛花さんがこれほど成長するとは思ってもいませんでした。そうですか。私に最初に追いつくのは凛花さんだと思っていました。最初に会ったあの日から。高額のために理由をお聞かせ願えますか。バルキリードライブの本質はパートナー同士の絆と連帯が重要なファクターとなります。まっすぐで素直な心と何事にも揺るがない強い信念、人を包む母性、そして優しさ、それらが凛花さんの強さの源です。バルキリードライブにおいて凛花さんほど適性のある人材はいないとは思いませんか。確かに月影さんの言う通りかもしれません。ですがそれでは困るんです。月影さんだって分かっているはず。
今日のところは負けを認めます。ですが、最後に笑うのは私です。